フェルナンド・マヌエル・シルバ・コートは、ポルトガル・アベイロ県 SP の出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは DF。21年のプロキャリアの間、ポルトガル、スペイン、そして、イタリアのトップチームで公式戦6 0 0試合以上に、出場し、それぞれの国でダブルを達成しただけでなく、他に、 UEFA 主催の大会で3度タイトルを獲得した。代表では100試合以上でプレーし、2002FIFA フフ、ワールドカップと3度の UEFA 欧州選手権に出場した。ポルト近郊のエスピーニョに生まれ、17歳の時に FC ポルトの下部組織へ入団した。1987から88シーズンの1998年6月2日。 トップチーム及び一部デビュー戦となったアウェーのアカデミカ、コインブラ戦にフル出場し、1から0の勝利に貢献。出場はこの1試合のみではあったが、このシーズンのリーグ優勝を、この経験は忘れられないと後にも語るほどの思い出となった。その後、3部の FC ファマリカンと2部アカデミカコインブラに、それぞれ1シーズンずつ貸し出された。年に、 ポルトに復帰すると、すぐさまレギュラーの座をダッシュし、4年在籍の間にリーグに連覇を含め6つのタイトル獲得に貢献した。その後はイタリアへと活動の場を移し、パルマでは1年目にキャリアベストとなる27試合4ゴールを記録。UEFA カップでは、同じくセリエ A を戦うユベントス FC との決勝戦を2から1で制した。1996年夏に、 スペインへ渡り、ポルト時代の同僚オビトール・バ・インヤと、ボビー・ロブソン監督や、同胞のルイス・フィーゴと共に、リーガ・エスパニオーラの FC ・バルセロナへ移籍した。ロブソンの下では、レギュラーとして、ルイ・ファン・ハール監督の下では、出場機会が減少したものの、この2シーズンの間に、リーガ制覇と、スペイン国王杯連覇を味わった。また、欧州の舞台に2シーズンとも出場し、 UEFA カップウィナーズカップ1996から97では優勝した。カンプノーで2シーズン過ごした後にバルサから去ると1996年6月後半に同僚のイバンデラペーニャと共に SS ラチオと契約しイタリアへ舞い戻った。加入1年目にリーグ戦22試合に出場しクラブオニーエを仕上げるのに貢献する中で最後の大会となった。 UEFA カップウィーナーズカップ1997から98ではバーミンガムのビラパークで行われた RCD マイオルカとの決勝戦に残り1分のところで出場2から1で優勝した1999から00シーズンはスクデット獲得の歓喜を味わうも翌2001年にドーピング検査でステロイドの陽性反応が検出 10ヶ月の出場停止が言い渡されるが、イタリアサッカー連盟の控訴により、最終的に4ヶ月短縮された。翌シーズンからレギュラーとしてプレーした。36歳となった2005年、ラツヨから契約更新を打診された。しかし自身が望む年俸額ではなかったため退団し、11年ぶりにパルマへ復帰した。復帰後にシーズンをレギュラーとして過ごすも、2007から08。 シーズンは、出場17試合に減少。クラブのセリエビー広角や、契約満了に伴い現役を引退した。三部の FC ファマリカン所属時代、1989、FIFA ワールドユース選手権で4試合に出場し、後に、自身も呼ばれることになる、黄金世代の一部の選手たちと共に優勝。ここでの活躍が認められ、翌1990年12月19日。 1>, 1から0で勝利したアメリカとの親善試合でポルトガル代表デビューを果たした。UEFA ユーロ1996、UEFA ユーロ2000、そして2 0 0 2に FIFA ワールドカップと常に一番手に選ばれたコートはユーロ96でグループリーグ突破を決めたトルコ戦でこの試合唯一となるゴールを挙げ1から0の勝利に貢献した。ユーロ2000と自信初となった。 ワールドカップはジョルジュ・コスタとコンビを組み、前者ではベスト4入りを味わうも、後者ではグループステージ敗退に終わり、苦敗をなめた。2003年1月10日のアルバニア戦にて代表100キャップの偉業を達成すると、翌年に母国で開催された UEFA ユーロ2 0 0 4ではキャプテンに選ばれた。しかし、グループステージ初戦のギリシャ戦を落とすと、以降は、 リカルド・カルバーリョに最後までベンチへ追いやられ、チームは決勝で再びギリシャに敗れ準優勝に終わった。大会終了後、黄金世代の仲間マヌエル・ルイコスタ、ルイス・フィーゴと共に代表を引退した。コートは代表で14年間プレーし、110試合に出場した。引退から2年後の2010年6月に SC ブラガのスポーツディレクターに任命される。 2012年1月31日、ISL のマンチェスター・ハウラーの指揮官に就任。2012から13シーズンからは、アシスタントマネージャーの職についている。2014年2月、ジェズ・アウド・フェレーラ監督の退任に伴い同職を、離れアントニオ・サルバドール会長のアドバイザーへ、転任となった。元ポルトガル代表 GK のピトール・バイヤとは、 FC ポルトのユースを共に過ごした動機で、ポルトのトップチームや FC バルセロナ、代表でも一緒にプレーした、親友同士でもある。AB、フェルナンドマニュエルシルバカウト、センチュリー・オブ・インターナショナルをピランせず、ザレック。 スポーツ、サッカースタティスティックスファンデーション、http コロンスラッシュスラッシュ www.rsssf.com スラッシュミセレーニアススラッシュ COUTO-INTL.html ハットラチオ、プレッシーデラペナイ、カウト、インテル、トーリチェリー・イービチーノ、ハットダービッツカウト、ヒットウィズ・フィーファバンズ・ハットダービッツ・バンリデュースト・ハット、フェルナンド・カウトへオ、 トライノドールマイスカロダリーはインディアナ。メゾフューティバル。2019年4月8日閲覧。フェルナンド・カウト・ムダ・デファンソスの OSC ブラガ。00パート。2019年4月8日閲覧。ありがとうございます。